はい、朝からしほちゃんが見てる愛のりがちょっと流れちゃってますけど、ふみちゃんご飯です。焦げちゃいました。絵も色を塗ったりするの？見て、カメさん、うまい。うまい。カメさん。上手。特徴をちゃんと捉えてる。カメさんって尻尾あるんだよ。そうなの？そうだよ。それに、ミミがね、飼ってるカメさんね、赤ミミガメなんだよ。そうだね。じゃあ、すごいね。すごいでしょ。うん。全部バツでしょ？え？全部バツでしょ？何が？早寝早起きもしてないし、お手伝いもしてないし、運動もしてないし、本も読んでないし、だらったらな夏休みで。まだ本一回も読んでない。ほら昨日寝たの何時？11時。11時半。昨日起きたの何時？昨日超遅かったよね、起きたのに。11時。やばいよ、もうダラダラですね。ダラ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 の夏休みじゃん、ゆみちゃん。バチャーリバシャーリチクルーじゃみなさん、こんにちは。ミミ。かわいい。はい、こうよ。はい、これ笑って撮ってるぞ。いいじゃん。なんでブータになっちゃうか知ってる？知らない。最悪。見ててね。まあ、また直せばいいんだよ。もう直すのめんどくさいよ。リミはマイクラやってんの？マイクラ。いいね。次、公園。さっきの図書館もめんどくさいって言ったよ。うん。
公園もまだ作りかけ？うん、もう公園できた。ブランコないの？これブランコ？これブランコ。滑り台は？滑り台ない。滑り台ないの？そんな広くないから、それかね、休憩場みたいな場所。それで子供たちはブランコだし。すごい顔。はい、今からね、しほちゃんのダンス。りみちゃんはただ来ただけです。何もしません。暇暇です。だから iPhone とタッチペン。ねえ、ちょっとこの持ち方恥ずかしい。なんで？りみ、iPhone じゃなくて iPhone。iPhone じゃない、iPhone ね。iPhone だよ。iPhone。iPhone じゃない。りみが言うと iPhone になっちゃう。連れて帰んないの。寂しいの。寂しくなっちゃった。帰り行こう。はい、結局ね、習字を書くことにしたんだよね、うん、なので墨と半紙だけ買いましょう。あとはしほちゃんに借りましょう。え、リミ用の墨なの？ん？リミ用の墨なの？でも多分リミちゃんたくさん使いそうだからさ、しーちゃんに、しーちゃんが使ってるのを使って、それをしーちゃんに返す方がいいかなね。で、あと半紙買いましょう。これかな、半紙はこれでいいか。半紙これでかい。うん、じゃあこれを買いましょう。これに書くの？そうだよ。なんだっけ、なんだっけ、3文字だったよね。いろは。あ、いろはだっけ。いろはでっかいやつか。なんだっけ、なんだっけ、ひばりだっけ。ひばり、なんだっけ、忘れちゃったね。お家帰って調べよう。じゃあとりあえずこれ買いましょう。アイスを買いました、駄菓子屋で。りみちゃんはこのメロンシャーベット。いやー今日暑いね。ママはみかんアイスです。でしほちゃんはね、バニラ以外のアイスはあんま好きじゃないので。バニラなかった。バニラない、ないんだけど、これね、しほちゃんの大好きなモチートプリンを4つしかなくてね、4つ買いました。これしほちゃんがダンス終わったら、じゃあメロン食べましょう。どうした？硬い。硬くて取れもしないの。多分さ、あまりみんな食べる人少ないから硬いんだろうね。少し溶かしてみる？どうやってる？手で握って温めると。冷たい。ママはこんな感じ。ママのやつも超硬い。冷たい。ママの顔面白い。めっちゃ冷たいんだけど。食べる？食べれない。硬い。みかんの味がする。美味しいでしょ。飲めみかん。
メロンの味がする。もう少し溶かして食べよう。ちゃんっていうのいるんだ。そうなの。あ、見てバスケース。え、バスケース、おー、かわいい。で、あの1枚2枚。あ、2枚入るんだ。そう。これ100均なの？100均で。かわいすぎだね。かわいすぎ。かわいい。ミニクリップ。ちょっと。何このクリップ？これなんかさ、髪の束を留めるじゃないから。あ、なるほどね。かわいい。マリコン。何味？やっぱり塩でしょ。あ、お、焼きとうもろこしかな普通。でもなんかアイスに合うのは塩って感じだけど。塩にする？いい塩で。どうする？どっちでもいいよ。じゃあ両方買っとく。好きな味をやる。安いし。塩だね。大社からしーちゃんが帰ってきた。しーちゃんが帰ってきた。ただいま。いいも一緒に帰ってきたじゃん。ただいま。じゃあいただきます。していいよ。いただきます。はい。今日はね、お昼がね、遅かったので、うん、あっさりお刺身で、うん、でも大量になっちゃったね、お刺身ね、めっちゃ買いすぎた。サーモンがね、安かったからね、ちょっと、うん、あ、僕は、はい、2つ買ったんだけどね。サーモン安かったよね、うん、だからね、2パック買ったらちょっとモリモリになっちゃったんですけど、美味しい。あ、でもね、おかずがそのお刺身しかないのでね、うん、あと豚汁です。私が希望しました。うん、豚汁はいっぱいね、栄養たっぷり、野菜いっぱい。あ、ほう、大好きね。あと1名様、うん、千穂ちゃんはそれ、わさび1名様いる、うん、最後の1名様いらない。わさびいらない。いらない。じゃあママが後で使うね。私わさび食べれるけど、わさびない方が好きかもしれない。リミ、わさび生で食べれるよ。そうなの、ね、うん、そうなんだ。リミわさびすごいよね。でも醤油の量もすごいけどね。そう、やばい。わさびもすごいけど、醤油の量もすごい。醤油と本当だよ。うん、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 今日はね、お刺身のもりもり食べたいと思います。日本って味がする。日本。日本って味がするの、うん、なんじゃそりゃ。はい、バイバーイ。うんふーん。寝るだけなのでね、ここで、はい、おやすみ。グミ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 ペア。3時だ、おやつだ、甘い。